みなさん、こんにちは。私の名前はアンデアです。今日、日本語の借用語についてお話します。ノアム・チョムスキーは、今日の言語は過去の言語より悪くなっているのではありません。私たちが住んでいる世界のように、言語も便利に、便利になっているのですと言っています。毎日日本男性と女性はグローバル化のため新しい言葉を紹介しています。新しい言葉は日本語を怪我してしまうのではないでしょうか。これは心配するべきことでしょうか。すべての言語はいろいろな方法で新しい言葉を作ることができます。一つの方法は借用語です。借用語によって新しい言葉は日本語の音声学と書くことに応じます。したがって言葉を作る一番早くてポピュラーな方法は借用語です。例えばギス、コンサート、ロブレット、トイレなどがあります。どうして日本人の大半は日本語の単語、セブン、音楽会、恋文、お手洗いなどがあるのに、これらの英語の単語を使うのでしょうか。すべての人間も言語もみんな命があるのに、いつか消滅します。ラテン語、アラム語、サンスクリット語、死語です。残念なことに、言語は切腹や強力な国の言語を話す人たくさんいないため、なくなります。例えば、エクアドルに、セコヤ語、シビア語、ザフィキ語、エペラ語はギチュアのため、ギチュアの拡大のため、危険な状態にあります。同時にスペイン語のため、ギチュア語は危険な状態にあります。世界で話される言語の中で日本語は10位内です。1億2300万人の日本語話者がいます。さらに豊かで有名な文化の一つは、日本の文化です。最後に、すべての言語は勉強して悲しいことにたくさんなくなります。しかし近い将来これは日本には起こらないと思います。理由は日本語だけではなく全ての言語にも外来語があるからです。上塞にスペイン語は津波、畳、盆栽、カラキリなどがあります。したがって、外来語の、導入は脅迫ではありません。借用語は現代の方法です。これは言語を突きつけてくれます。私のスピーチの始めにチョンスキーの有名な言葉を引用しました。私はチョンスキーに賛成します。彼は言っていることははっきり表している例が日本語です。
借用語。おかげで日本語は世界で話されている言語の一つです。聞いてくださって